コクレルネズミキツネザル属は、哺乳高齢長目、コビトキツネザル科に分類される属。マダガスカル北西部及び、西部体長20から22.5センチメートル。おなが30から33センチメートル。体重290から320グラム。体食は脳褐色や肺褐色。以前は、コクレルネズミキツネザルマイズラコケレイリーのみで本属を構成していた。 さらに以前は、ネズミキツネザル属に含める説もあったが、1982年により、大型であること、形態、行動から独立した属に分割する説が、提唱された。コクレルコビトキツネザルは、隔離分布するとされていたが、2005年に、ミトコンドリア DNA シトクロム B の分子系統推定などからこのうち北部個体群が、エムザザとして、新種記載された。以下の分類。 和名、英名は、日本モンキーセンターに従う。乾燥した、落葉樹林に生息する。単独で生活する。夜行性で、昼間は、枝や葉、ツタなどを組み合わせた休憩の巣で休む。果実、花、樹脂、目、昆虫、カエル、カメレオン類や、ヘビ類といった、爬虫類、小型の鳥類などを食べる。繁殖様式は耐性。10月に交尾を行う。 妊娠期間は3ヶ月。森林の破壊、食用の狩猟などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。